たける心を殺すことある。今回の動画は中小企業診断士 YouTuber 牧野屋先生の提供でお送りします。ご支援いただきありがとうございます。これからも応援よろしくお願いいたします。人はみんなそれは当たり前だと高いを否定する。正しさが争いのもとだとは疑うことはない。今の自分を見つめると何か足りない心の中、埋め合わせするものを探しては、わざと自分を見失う。今舞い上がる新しい風、全てを解き放つように。すみません、有村本です。よろしくお願いします。三谷と申します。よろしくお願いします。晴れてよかったですね。そうですね。ちょっと雨降っちゃったと思って、ちょっと場所変えちゃって。いえ、全然。すみません。皆さん、コンさんって呼ばれる方が多いですか？あ、もう僕大体アリコンさんですね。アリコンさんは、今最近やってるってどんな感じなんですか？お仕事の内容的にというか。結構テレビもだいぶ戻ってきてはいる感じで、先日も読売テレビそこまで行って委員会っていう番組があるんですけど、それさせていただいたりとか、コラム、東スポ三郎さんだったりとか、なんだかんだったら今度イベントのサメ映画があるんですけど、それ の, ちょっと MC をさせていただいたりとかという形で、徐々にお仕事を、いただき、また戻るという感じですかね。YouTube とかもされてらっしゃってるんですか？はい、シネマラボっていう YouTube チャンネルやってます。映画評論をメインにというか、はい。お子さんは今、はい、お子さんと一緒に育ててらっしゃるというか。あ、そうです、僕が親権を今持っているので、シングルファーザーというふうにはなります。今4歳です。アリコンさんは？僕は今46になりました。46？ はい。芸歴とかで言うと、何年目があるんですか？僕が22で玉川大学っていうのを卒業するんですけど、そこからなんで、もう芸歴で言うともう23、4年。そうなんですね。だからもうこの仕事しかやってないので、就職とか僕一回もやってないですね。そうなんですね。はい。出身はなんかあれですか、なんかいいとこっていうか、なんかいや、別にいいとこっていうわけじゃないんですけど、そのマレーシアのクアラルンプールで生まれて。何してる方だったんですか？マレーシアに出張してたってことは？父親ですか？はい。父はね、海外で世界第2位のホテルチェーンの副社長をずっとやってて。第2位のホテルチェーンの副社長？はい、チョイスホテルズインターナショナルっていう、アメリカが本社の会社なんですけど、でずっとアジアの、日本社長兼アジア開発みたいなことをやってる時に、マレーシアとかシンガポールとか、いろんなところのオーストラリアとかも、アジアのオセアニアですよ。開発っていうことで行ってるんですか？そうですね、もうホテルのいわゆる開発して、でこうのれん貸しをしていく。日本でいうとアパホテルみたいな感じで、いろんなホテルを買収してチョイスグループにしていくという感じ。高級なところもあれば、どっちかっていうとリーズナブル系です。ビジネスホテル系です。はい。何歳までマレーシア行ったんですか？6歳まで僕いました。マレーシア英語ですか？英語とマレー語です。幼稚園だと言ってました。僕ティンカーベル幼稚園っていう。その幼稚園は日本の方がいるんですか？いや、もうほとんど海外の方なんで、華僑な中国系の方もいらっしゃれば、北米系もいるし、もういろいろですね、インターナショナルスクールっていうところに子供の時はいましたね。じゃあみんなそれは授業は英語で習うんですか？英語です、英語です。で、家帰ってきたら日本語で、うちの両親は日本人で、あと現地の人は大体マレー語なんで。でも3種類言葉使い分けてるんですか？子供が喋る言語なんで、そこまで難しくはないと思うんですけど。兄弟はいるんですか？いや、僕一人っ子です。一人っ子。はい。
それで日本帰ってくるってことですか、その6歳から。帰ってきましたね。6歳の時に初めて日本に帰ってきて、で最初僕は千葉にいたんですけど、そこから東京の杉並の方に行くという流れです。帰ってきたら公立の小学校に行くんですか。本当に僕は最初の公立の小学校でしたね。でもそれこそ世界的ホテルチェーンの社長がやってるぐらいだから、その家のレベルとか公立の小学校とか行ったら、でも杉並だから金持ちの人もいるんですか。まあでもあれですね、なんかまあ、お誕生会とかはすごい派手にやってもらったりとか、まあ、今まで本当だからお金に困ったことはあんまりなかったっていうのはちょっと正直なところではあります。もうですか、世界で有名な会社の世界で2番目ってことですか。そうですね、数の上でですね、そのホテルチェーングループが2番目に多いっていうグループです。その中 の, その世界中に支社ある中の副社長とか。あ、そうです、そうです。すごい上り詰め方ですよね。自分で立ち上げるのもまあ大変でしょうけど、そのサラリーマンのそういう競争で そこまでのし上がってるもん、なんかまあ大変なんじゃないですか。そうですね、だからまあそういった中、父がとにかく忙しそうにしてるんで、うん、あの日本帰ってきて もう年間の半分ぐらいは海外なんですよ。ああ、じゃあお母さんと基本2人が、2人が多かったですね、子供の時は。ちなみにその時から映画見るの趣味みたいな感じなんですか、小学校ぐらいから。あ、そんなこともないですか。ほんとね、まあ、めちゃくちゃ好きかっていうとそこまでではまず最初なくて、どっちかっていうとファミコン世代なんで、ファミコンやったり、あと PC エンジンとか出てくるんですけど、PC エンジンとかスーパーファミコンと、あと映画はレンタルビデオ世代なので、とにかくレンタルビデオをもう伝えとかで借りて見てっていうのが日課でした。学校とかでどんなキャラなんですか。あ、僕はおしゃべりだ。僕はね、超文化系なんで、はい、なんて言うんでしょう、もう学校のキャラで言うとね、学級委員とかずっとやってたタイプなんですよ。ちょっとさ、優等生グループなんですか。のチームのグループではあるんですけど、まあどっちかというとひもて男子なんで、なんかこじらせてましたね、もう学生時代ずっと。へー。あのモテたいっていう気持ちがすごい強かったんで、あのなんか大体こう学生時代って、ほうほう、例えば小学校とか中学校、足の速い子がモテるじゃないですか。あ、まあ、うん、運動神経重要ですよ ね、うん、で大体みんなサッカー部とかバスケ部のところでキャーっと女の子がを見ている横を、僕あの友達の親友で神崎君っていうのがいるんですけど、うん、神崎と一緒に帰りながら三国志のクイズを出しながら帰るっていう。分かるけど、劉備はどうのこうのみたいな。あ、そうです、そうです。あの、あざなは何みたいな。ほうほうほう。もうそんなことなんで、モテるわけないじゃないですか。あ、でどっちかっていうとゲームが好きで、映画が好きでっていうと、なんか全然ね、暗いっていうか、なんかふつふつとしたなんかこじらせ男子でしたね。それじゃ中学も小学校も中学校もそんな感じなんですか。うん。それ中学校もその地元の中学行くんですか。あ、僕ね、中学からそれまだあの杉並第九小学校っていう小学校行ってて、それから中学から受験して玉川学園って。ああ、その玉川大学にもそう思って。あ、そうそうそう、もう中高大と全部玉川学園、玉川大学。例えばそう、先生になる人多い学校じゃなるし、玉川大学って。あ、ね、教育学部もありますけど、それは今ね、わりかし芸術も強いんですよ、ね。なんか演劇を勉強したいと思ってて、で、まあ、小学生の時にもなんかそのお芝居がすごく好きで、芝居もよく宝塚とか、スーパー歌舞伎みたいなのもよく見に行ってた子供だったんですよ。そう、お母さんと2人で行きました、行きました。で、お母さんも好きなんですか。お好きです。だから市川猿之助、スーパー歌舞伎の大和武っていうのが昔あったんですけど、なんかそういうのを子供ながらに、あ、すごい芸術だなと思って、いつか演劇自分も勉強したいなと思ったら、まあ、日芸と早稲田と、あと成城大学と玉川学園っていうのが一応この4つが演劇が主に学べる学部があるって言って、じゃあ中学の時からもエスカレーターで行けたらいいよねっていうので受験しました。お母さんはだからもう主婦なんですか。やっぱそんなにお父さんがその稼いでるタイプ。あ、実はね、うちの母親はね、シクラマリコっていう芸名で、シャンソン歌手を昔やってたんですよ。おで、定畜とキングレコードから80曲ぐらいレコード出してたんですけど、なんでちょっとその影響もあったんで、なんかこうエンターテインメントに触れるとか、うちの母親が元ホリプロなんですよ。へ、僕も今ホリプロなんで、まあ、先輩っちゃ先輩になるんですよね。そうなんですか。はい、
なんで、まあ、そういうリサイタルの母親がやってるのを見たりとかしてて、もうああまあすごいなと思ってたので、僕はお芝居のそういう勉強したいとか、スーパー歌舞伎が好きとかっていうのも結構母親はじゃあ一緒に行こう行こうって連れてってくれてました。あ、その影響がでかいんですね、なんかその仕事につながってたっていうのは。それで中国高校とエスカレーターじゃないですか、文化系のちょっとこのこじれた感じはちょっと高校ぐらいまで続くんですか、それともなんかどこかで。いや、ずっと続いてるんじゃないですかね。僕大学時代もなんかこう基本文化系なんで、なんか映画が好きでインドアが得意なやつってまあモテないんですよ。あ、まあ、あ、なんか難しいね、そのこの映画の時のこれがすごいんだみたいなこと言われても盛り上がんないですよね。三国志のクイズ出されても男子受けはめちゃくちゃいいんですよ、うん、しかも僕演劇部だったんでムードメーカー的な感じではあったんですけども、女子受けは本当悪くてモテなかったっすね。彼女とかはどれぐらい初めてできるんですか。19の時に。で大学生になった時にできるんですか。できました、初めての彼女。はい、ちょっとそれはどうなんですか。たまたま学生の中だと早い方なんですか、遅い方は普通なんですか。いやー、でも結構もモテるやつはなんか早かったですよね。なんか俺 A まで行ったぜとか、あ、俺 B まで今日行ったぜみたいな話は大体屋上か部室でしてるんで、うん、A、B、C とかのタイプの世代ですもん、ね、世代です。もう僕らめっちゃ三谷さんもそれくらいですね。分かりますけどね、あの、はい、確かに。でだから大体、まあ、僕と神崎大体いつも同じような感じだったんで、うん、神崎君と一緒にくっそー宮沢も A まで行ったのかっつって、うんうんうん、上原いいなみたいな、そんな話をですね悶々とした日々を送っておりました。そうですね、はい。初めての彼女はどこで付き合ったんですか。あ、どこで。違う学校だったんですよ、玉川ではなくて。サークルであるってことですか。サークルとかね、なんか人の紹介で、なんか月島かなんかでもんじゃ焼き食べた時になんかこう学生飲みみたいなのあるじゃないですか、まあ、ちょっとした合コンみたいな。はいはい、あの大学生だったんで、そのご飯会があって食べた時に知り合った子で、うん、初めてお付き合いしました。うん、まあ、そういう恋愛もしたいとか知って、はい、最初だから俳優になりたかったんですか、言ったら。そんなことがない。でもね、応募とたどるとお芝居がすごく好きで、うん、芝居よく見てたんで俳優の勉強はその時まさにしてました。ちょっとなりたかったってのも、まあ、あるっちゃありましたね。それはどっかでなんか変わってくるんですか。そうなんですよ。なんかね、学校の先輩とか見てるとわりかし思想をぶつける演劇がやってる先輩方が多くて、ちょっとこう左寄りとか右寄りとかで思想を芝居でぶつけるっていうのがちょっとかっこいいみたいな時代もちょっとあったんですよね。で僕全くその右とか左とかどっちでもないんで、うん、そのもっとミュージカルがやりたいとか、そのスーパー歌舞伎みたいなスペクタクルなことがすごく、うん、なんていうかな、小難しいことはさておきっていう、エンタメ寄りというか、エンタメなんですよね、うん、で僕それを見ていくうちに、なんか俳優になってもなんか思想をぶつけるのは俺ちょっと違うなと思って、うん、ちょっと引いちゃったんですよね。いる環境がそうだったらそういう風になったんじゃん、うん、なんか周りがみんななんか思想をぶつけ合うみたいな感じで、今のあれは間違ってる、だから断固戦おうみたいな、芝居で戦うみたいな思想になっちゃうと、ちょっと俺はちょっと違うなと思って、でだんだんもっとマスメディアとかそのエンタメっていう方向、まあメジャーな方向ですにやっぱシフトしていくと、やっぱ映画っていうのはまあ第一娯楽であるし、あとたまたまなんですけど、大学の4年3年の時にあの局アナ受験があって、みんなあのエントリーシートに大体フジテレビとか、TBS とかこう記念受験で局アナ受験をね、友達が結構受けるっていうので、こんちゃん一緒に受けようよって誘われたことが結構あったんですよ、その時に。で、あ、アナウンサーとかって面白そうと思って、そんな僕全然アナウンサーの勉強したことなかったんですけど、受けて、そしたら、まあ、とある局がわりかし最後の方まで残っていて、結果ダメだったんですけど、喋りの仕事ってすごい面白いなと思ったんですよ。そう、かなりキー局の後半の方の面接とかって、そういうなんか喋りのテストみたいなのもあるんですか。あります、カメラテスト、ニュース読みの原稿とか実況とかやるんですよ。まあ、でもそこまで行ってるんですか。やりましたね、カメラテストというか、はい、しかも日本さんの時代の局アナ受験なんて、もう言ったら人口とかも含めたら倍率なんてとんでもないじゃないですか。だって就職氷河期だし、なりたい人3000分の1とか
3000分の2とかの世界なんで、でなんか僕初めてそこで居心地の良さを感じたっていうか、今までその演劇でお芝居やろうと思ってやってたけど、どうもそういう政治的な思想が入るのに、どうも 僕そういう人間じゃないなと思ってたんです。もっとポップだし、うん、エンタメやりたいなっていうところに、ちょうどその喋りっていうので初めて人から評価された気がしたんですよ。すごいことじゃないですか、その一個ってその読みまでいけるって。いや、嬉しかったです、はい、なんかそこから喋りの世界にちょっと興味出てきたっつって、実はラジオはもともと好きだったんで、ラジオ番組表っていうね雑誌があるんですよ。実は全局の地方局まで含めた番組表一覧載ってて、そこから片っ端からいろんなラジオ、まあ、特に東京だと、まあ、中波と呼ばれる、まあ、日本放送とか、TBS ラジオとか、いろんな曲をいろいろ聴いていくうちに、あ、この番組生でやってるのってすごい詳しくなってきて、見学行きたいなと思うようになっちゃったんですよ。で自分から編成局の電話番号が書いてあったんで、へもうあまりにもその衝動が強すぎて自分で電話かけて、玉川大学4年の、まあ、有村浩と言いますけど、喋らさせてくれませんか？だか当然門前払いじゃないですか。もうそうっすね、はい、あ、これダメなんだと思って、そしたら次電話かけるときに自分でバカなふりして、お疲れ様ですって入ったんですよ、まだ。そしたら受付の人が、あ、お疲れ様ですなって、で編成部長の名前とかもね書いてあったんです、その時代、で吉田さんっていうね、今でも忘れもしない日本放送の編成部長がその時いらっしゃって、吉田さんいらっしゃいますかって、玉川大学の有村さんつけてるんです。で変わってくれたんですよ、さも当たり前の感じで言った吉田ですけど、実は僕あの喋りの仕事をやりたくて、で今度一度伺ってもいいですかってことを言ったら、お前みたいなやつは珍しいって言われて、じゃあ来る、見学来る、あ、ぜひ行きたいですって言って、初めて日本放送の番組に見学行かさせてもらって、でプロフィールとかも自分でね、その時デモテープ撮って自宅のやつで、曲紹介とかなんかフリートークかなんかやって、で吉田さん渡したけども、まあ結果まあ、まだまだその所属事務所もないし大学生でしょ、まずあの君とかはコミュニティ FM から行った方がいいよって言われて、で武蔵野市がやってる武蔵野 FM、中央区の中央 FM、 いわゆる 区の域でやってる FM があるんですけど、そこをねまた自分で調べて、で本当は20社ぐらいアプローチしてるんですけど、そこからもう次の月というかクールから4曲で僕レギュラーやってるんですよ。大学生だったんですけど、コミュニティ FM 採用されるんですね。だってコミュニティ FM、 いやもうご利用しっすね、もう勢いでね、勢いで、とにかく僕一度喋り聞いてほしいと、って言ってやったら、いろんな曲でじゃあやってみるって、まあ、でちょっとした枠から始まって、で大学走行していくうちにもう卒業になるじゃないですか。でそこからこうラジオ DJ としてコミュニティ FM で最初卒業したという時はやってました。じゃあその就職先フリーランスってことになる。フリーランスです、はい、ドフリーです。でそこお母さんも芸能やってたら、そこにそんな抵抗はないんですか？なかったし、あと親も両親ともに応援してくれたんですよ。まあ、今じゃまず25までやってみろっつって、でたまたまその時僕も東京実家だったんで、まあ、実家から通えたってのはまあ大きいは大きいんですよ。だから全ての時間を全部芸能活動のための時間に使って、喋りをうまくするにはどうしたらいいかって、おそらく僕ね全局のラジオほぼほぼどの番組とか全局チェックしてました。聞きまくって聞きまくるんでした。この例えば大沢優里の UUY だと結構好きなんですけど、とか伊集院さんの深夜もそうですし、オールナイトニッポンもそうだし、もうジャンクもそうだし、大体の誰が何をやってるのかっていうのを大体こう把握した上でノートにバーッとそれ書いて、で書くと覚えるんですよ、そのテクニックが。でプレゼンの仕方とか、なんか話術っていうんですかね、勝手にやったのを自分のラジオでコミュニティ FM で反復練習をずっとするやってて、コミュニティ FM 期間はどんぐらい経て、そのワンランク上って言い方が新しいのかな、メジャー曲って。でも 2,3 年は僕コミュニティ実はやってて、でそのはい、いわゆる日本放送とか文化放送とか、はい、なんかテレビ局と紐づいてるような、これがねあれなんですよ、なんかただこのままやっててもダメだなと俺思っちゃったんですよ。3年もやってて、3年もやってて埋もれちゃうなと思って、何か新しいことやろうって言った時に、ちょうど
チャットとか BBS っていうのが当時インターネットで流行ってたんですよ。でメールで お便りを募集っていうのはあったんですけど、チャットでリスナーが例えばじゃあ僕は葛飾 FM でとか武蔵野 FM でやってる時にリアルタイムでリスナーがチャットに入ってくるっていうのはやったことない人たちだったんですよ。今で言うと生配信みたいな、生配信ですね、インスタのライブみたいな感じで即レスできるじゃないですか。それ絶対ラジオだったら面白いなと思ってチャット DJ っていうのを自分で作って、で自分でそれをあの番組を自分の中に組み込んで、で登録取ってそれを日本放送の吉田さんに俺送ったんですよ。またね、で吉田さん俺あれから2年ぐらい経ってるけどやってますっつって、でまずはコミュニティからやって今チャット DJ みたいなのやってるんですっつったら、吉田さんが電話かかってきて、あれこうまあ面白いなっつって、で今度テリーと上ちゃん乗ってけラジオっていうテリー伊藤さんと上柳さんっていうアナウンサーがやってるお昼の帯があったんですよ。お前来いよみたいな話になって、それで生まれた初めて日本放送でテリーさんの前でチャット DJ やったんですよ。そしたら、まあ、テリーさんがそこでうんことかなんか書いてるまああの番組が荒れたりするんですけど、でもそこからね急にそれをラジオを聞いた有線放送の人から電話かかってきて、有線で番組が決まったり、RAB ラジオってラジオ青森があるんですけど、で番組がレギュラー決まったり、でその次に FM 富士、山梨です、FM 富士の番組が決まって、でベイ FM、NAC5 っていう風に、で東京 FM っていう風にだんだんこうその時点の28になります。だんだんやって、ベイ FM のザ・ベイラインっていう結構有名な帯の番組が決まって、それがすごく大きく転機になって、その時ぐらいにアリコンさんってフリーですかっていう事務所からいろいろこうまあご縁があって、でホリプロに入るんですよ。だそれまでずっとフリーでやってて、そういうなんかキー局の番組をだんだんやるようになって、事務所入ってから次いよいよテレビに行くんですよ。映画評論みたいなのは20代はやってないんですか？実はね、僕映画コメンテーターって名乗ったのは29からなんですよ。あ、それでホリプロさんに所属してから？そうです。それでもなんでラジオ DJ じゃなかったんですか？まあラジオは僕好きだし、ラジオパーソナリティというふうにその時はすごい肩書きだったんですけど、なんかねラジオの DJ って多分ね武器がないと勝てないなと思ったんですよ。でチャット DJ だけではそれってあくまでツールじゃないですか。もう誰でも誰でもなんかタイピングできながら喋れれば誰でもチャット DJ になれるわけで、俺の武器なんだろうなっていう時に、やっぱり映画を水野晴郎先生とか淀川先生のように、今週公開の映画を2時間あるのを3分で分かりやすく、じゃあその聞いてうわめっちゃ見てっていう思わせるプレゼンを俺やりたいなと思ったんですよ。で映画もともと好きだったんで、自分のそのラジオで今週のおすすめ映画みたいなのを勝手にこうフリートーク交えながら喋ってったら、なんか映画会社から試写場ってのが届くんですよ。でアリコンさん新しい映画見てください。そしたら今度トム・クルーズ来日するんだよ。来日記者会見司会やりませんか。でだんだんラジオ DJ なんだけど映画の仕事が増えてきて、でその時ホリプロ入ったりしてって、でどん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 その映画の仕事がコラム書いたりとか舞い込んできて、映画コメンテーターの方がどっちからかというと今メジャーになってるんです。そういうことなんですね。そうです、その30アラサーぐらいでそれに変わっていくんですね。だから、だからでもなんか僕の中では、ラジオ DJ の中でも例えばサッカーが詳しいとか、洋楽が詳しいとか、やっぱ武器ないと喋りってやっぱ勝てないんですよ。で僕の中では映画だなと思ったし、なんか名映画解説っていうのをできる。でも僕はね映画評論家とはやっぱり出身が違うので、基本ラジオ DJ とか喋ることを軸としたいので、映画コメンテーターっていう言い方にちょっと線を引いてるんですよ。バラエティとか出たらどんな気持ちなんですか？最初ね鈴木治さんから声かけていただいて、あのこんちゃんお願いランキングっていう番組をテレ朝で立ち上げるんだけど、なんか当時川越シェフがコンビニかなんかのやつで商品開発のやつで結構ボロカスに言う企画なかったですか？それの映画版やりたいっつって、おさむさんからいただいて、ピリカラシネマアカデミーっていう週末公開の映画5本あって、つまんないものを結構バキ打ちするみたいな。へえ、なるほどね。それやってたんです。
それが僕あのテレビのデビューになったんですよ。お願いランチングだって。そうですね、ほぼほぼもうそこです、ね。でも映画負けするのかって結構辛くないですか。いやそうなんですよ。これ結構映画会社からもちょっとその時当時反発あって。そうっすね、なかなかその。そうなんですよ。多少過度な演出があるとはいえ、やっぱり結構本気に取られちゃったりもするんで、お前は映画に対する愛がなさすぎるっつって、まあでもこれ、でもそれやんなかったら局のね、お願いランキングの移行にもあれでっつって、結構俺その時に10円ハゲができるぐらいね、ちょっと悩んだ時あって苦しかったっす。まあね、しかもちょっと映画とかってまあまあ料理もそうかもしれないけど、まあ何百時間と。そうなんですよ、人がやっぱ作り手のやっぱ情熱あるじゃないですか、うん、それを見てるだけでお前ごときが言うんじゃねえみたいなのがすごくあってあでもやっぱそれダメだなとも思ったけど、まあでもその時はちょっといろいろ悩みながら仕事しました。もう求められてるし、でもこれは結構交渉でずっと続くコーナーだっていうんですか。うん、そうですね、結構おかげさまで続いて、でなんだかんだやっていくうちにそういう朝の目覚ましてるとか、タイムリーなカンヌ映画祭で賞を取ったりすると解説 VTR で入ったりとか、お昼のバイキングっていう番組とか、まあいろいろこうワイドショー系にだんだん呼ばれるようになって映画の解説をするようになった。それでそのそういう映画の仕事がテレビでもらえるって、最後もう結婚して夫婦で出てくみたいな感じになってくるんですか。あ、そうです、そうです。それが僕結婚したのが36なんで、あ、その前にね、一旦ね、あれなんですよ、バラエティに出るきっかけがおもっちゃんキャラみたいなのがあって、あ、そっか、あの浜田さんがやってる18っていう TBS の番組があって、結構そのおもっちゃんのとかお嬢ちゃん集めて、おもっちゃんあるあるみたいなことを結構言ってた。そこでなんかドーンとなんか初めて僕がテレビのゴールデンに出たのが18なんですよ。そこでどんなあるある披露したんですか。でも僕は普通に思ったのが、25で初めて牛丼チェーン店に行くんですけど、入って個室ありますかって聞いたんですよ。本当そんなクラスのクラスなんですね。いやいやいや、でも僕は本当それが素直に、まさなんか冷蔵庫みたいなのがあって、おしんこはなんかこう出すんですよね。で食べて、いやでもめちゃくちゃ美味しくて感動しました。お小遣いとかいくらぐらいもらったんですか。いや、お小遣いが僕ね、変な話もらってなかったんですよ。だから無制限っちゃ無制限です。だからこれが欲しいとかこういうとこ行くからお金ちょうだいとか、もうまあそういう感じでしたね。なんかバイトとかも僕したことなかったですし、途中でネタつきてくるとかないんですか。その時に結婚したとかですか。そうですね、なんかその辺ぐらいからもう結婚したので、今度なんかいわゆるその夫婦キャラというか、みたいな感じになってきましたね。はい、それであれでも結婚生活はどんぐらいなんですか。まあ9年でした。その9年は割とも夫婦で出たりとかっていうことですよね。そうですね、まあここ最近はあんまりこう夫婦で出るってことはもうこの4年ぐらいはしてないんですけど、まあ、それまでの最初の4年間ぐらいとかはよく呼んでいただいて、夫婦でよくロケとかはやってました。今、はい、お子さん生まれてるんだもん。あ、そうですね、はい、でも4歳ちょうどそんな感じですね、時間中。それで、はい、リアルな順番的には別に報道があったから離婚したってことでもあるんです。それもそもそもそういう予定だった時に報道が出ちゃったって感じなんですか。まあこれはもう本当に僕 のだらしなさというか、報道の通りで、まあ、そういうちょっと軽率な行動がやっぱりきっかけで、離婚したというところなので、まあ 100% 僕が悪いというところなんです。はい、ちなみにその学生時代そんななんかモテないキャラだったじゃないですか。女性関係がちょっとこう派手になってた感じはあるんですよ。そうなんですよね。いや、やっぱり学生時代全くそういう三国志のクイズを出すぐらいのキャラだったんで、いつか僕は文化系の逆襲っていうふうに呼んでるんですけど、なんか大会系のイケてるメンバーに対して復讐してやりたいみたいな思いがずっと強くて、それが変なこじらせ中二病みたいなのがずっとあって、でやっぱりそのお願いランキングとか出始めた32とか、まあ、30ぐらいからですかね、合コンとかはよくやってたというのはあります。その30代ぐらいからこれそういう感じの爆発してって感じはあるんですか。遅れてきた感じですね。
あ、こうモテるし、しかも、うん、だからそこが僕の大いなる勘違いですね、うん、モテてると錯覚してしまったというか、今思えばですけど、そのメディアに出てるっていうだけでわーってなったのを、俺はモテてるっていうふうに勘違いしたことが、やっぱりなんか変な方向にどんどんそれが楽しいっていうふうに思ってしまった。でも実際的にモテてはいたってことなんじゃないですか、そのメディアに出てる。いやでもそれってなんか悲しくないですか、なんかこのメディアに出てるからチヤホヤされてると思ってるって、もう滑稽じゃないですか。なんか今僕思う、今の自分が過去のそういう自分に、まあデロリアンじゃないですけどタイムスリップして戻って言うなら、ダサいぞお前っていうことは今だから言えることなんですけど、でもやっぱり当時は分かんなかったし、あの普通に純粋に嬉しいでしょ。嬉しかったです、はい、初めてなんか人生でもその体育会系のモテてる連中に対してのなんか文化系の復讐というか、なんかやった昔のこんちゃんやったよみたいな、ところはまあ本当正直ねすごいダサいんですけど、でもなんかありましたね、その気持ちは。でもこう結婚して一旦止まるんですか、そういう感じは。まあそうですね、まあ一旦ちょっと止まってたんですけど、まあでもなんかだんだんそういうまたモテたいっていう、まあ横島な気持ちが出たのは事実ですし、LINE とかが流出しちゃったみたいな感じですもんね、なんかそうですね、はいはい、数字のそうですね、もうクイズじゃなくて、もうそうです、はい、もうクイズもそうですし、まあ、こっちはノリノリでもう目をギンギンにやりながらもやってたんだろうなというふうに、まあ、今思うと、もうダサいっていう一言しかまあないっす。でもまあ笑ってくれるかなみたいなニュアンスですよ、なんかその時は、まあ、そういう飲みの延長じゃないですけど、なんかこう下ネタを言えばガードが緩くなって、なんかお互いに本音で喋れるみたいな、下水考え方というか、なんか綺麗に入るんじゃなく、なんかあえて下から行くじゃないですけど、でもなんかそういうことをまあノリノリでやってしまっていたと。そういうのの師匠がいるんですか、そのそういう飲み方を教えてくれた人みたいな。それはちょっと純粋バイオなんですけど、072にわらみたいな、だから、あ、もうはい、もうそう、もうしゃべるにわらみたいな、はい、まあやっぱり飲みの席ですから、やっぱりそういうので言葉遊びとか、まあ、そのクイズで盛り上がるという意味では、まあそうですね、まああんまりここで名前出すのもあれですけど、そういうまあ芸人さんであったりとか、にやるとやっぱドッカーンと盛り上がるんですよね。それを受けるんだ。いやいや、あ、まあ、そうなんです。アリコンさんが言うと余計ギャップがってことですか。まあその芸人さんが言うと盛り上がってて、まあ、そういったなんか思いで僕も調子に乗って使ってたっていうのは、まあまああります。それはあります。それをまんまとスクショをさらちゃった。もうこれは本当にだらしない話で、それはでも本当僕の 100% 悪いんで。はい、それ本当ね、まさに、はい、三国志クイズを今まで出したのが、はい、クイズセックスやるっていうとんでもない。他にあるんですか、そのクイズセックスの種類は。702、あれ072、はいはい、072とか、4545ですか。ああ、なるほどね。とか、はあはあ、なんですかね、もう本当あまりにもそれがトラウマになりすぎて、なんかその辺のね、もうね、記憶がもうなんかあまりにも人間つらすぎると、それ以来もうそのクイズは出してない、出すわけないじゃないですか。何言ってんすか。たけれたけれたけれ、心は殺すことはルーズ。もうちょっと LINE は証拠残っちゃうけど、対面だったら残んなじゃないですか。でも最近なんかもうこれも本当もう恥ずかしい話なんですけど、小籔さんがやってる地下クイズ王選手権っていう地下クイズをやってる、まあ、アベマのバズーカっていう番組があって、ゲストで呼ばれてセックスの問題を出題するっていう仕事を最近、最悪大勢使って新見さんとかの前でこう問題言うみたいなのがこの間まさに仕事やってきたところですね。そうなんですね。そういうのももう肥やしにしてるというか、でももう僕はもう事実だし、別にそれ隠してもしょうがないと思ってるし、その会ったことに対して僕のことでも笑っていただく分には
僕全くいいと思ってるんですよ、うんうん、むしろその迷惑かけちゃった多くのお仕事関係の方とか家族の方に対しては本当に申し訳ないと思ってるんですけど、僕のことをいじって笑っていただければ俺もう全然それでいいと思ってます、うんうん、それが全部一応自粛みたいな期間があったんですよ。一応あの事務所から言われて3ヶ月、芸能活動はストップしてました。あ、その間は何してるんですか。家に、いや基本家です。で家にずっといて、もうねマンションの前にもやっぱ記者の方がいらっしゃるんですよ。なので両親にも来てもらって、でさすがにね1ヶ月ぐらいは子供を保育園にも送り迎えできなかったんですよ。なんで子供もずっと家に、はい、なんで買い出しとか両親にやってもらったりとかしてずっと自粛してて、でその時にずっとこのままじゃいけないと思って、いろんな人たちからやっぱ LINE いただくんですよね、そのコンちゃん大丈夫ですか。その時に狩野英孝さんとかめちゃくちゃ長文の LINE 送ってきたので、ね、植物育てた方がいいですよ、大丈夫ですか、リコンさんもう見返してやりましょうって、もっとバキバキに仕事して、なんかマインド高くいきましょうとか、宮崎健介さんとかも僕2回やってるんでとか、なんかいろいろ見ながらも、空手家の入江さんが LINE、これまた長文のメールいただいて、もしよかったらそういうピカピカっていう会社やってるんで、清掃業のお仕事をつって、僕も何かしなきゃなと思ってたんで、そこでちょっとさっきの話につながるんですけど、なんか生まれて初めてそういう恥ずかしながらですけど、あのアルバイトをさせていただいたのがちょうど2ヶ月目から3ヶ月目4ヶ月目ぐらいまではピカピカで週5、週6ぐらいでめちゃ働いてます、ね、やってました。8時間ぐらい働くってこと。いや8時間、そうですね、朝の8時ぐらいに渋谷でいつも待ち合わせるんですけど、で軽自動車乗って現場に行くっていう感じです。実際どうなんですか、アルバイトやったことない人からして、その週5、1日8時間の労働って結構きつくないですか。そうですね、なんかただなんかその家にずっといるよりも、こうやって入江さんに外連れ出していただいて、こう一心不乱になんか作業できて、逆に僕は良かったなと思ってます。出ないと本当になんか鬱のマインドになってしまうんですから。息子さんは保育園どれぐらいで、じゃあ2ヶ月目ぐらいから一応その生活したというか。そうですね、2ヶ月半ぐらいから徐々に園長先生に連絡して送ってから、まあ、その入江さんとかバイト行って、で6時ぐらいに返してもらって迎えに行くという生活でした。でもその時点ではもう勉強されてるんですか。あ、もうそうですね、その時点ではそうですね。5月のフライデーがあってから5、6、7、まあ、ちょうど3ヶ月という期間で、まあ、リフォームになりました。仕事は何から始めたんですか。そうですね、一旦で8月の下旬にフジテレビのバイキングからお話いただいて、真相を語ってくださいというところで、僕はあの記者会見とかやってなかったんですけど、分かりましたというところで、フジテレビのバイキングの生放送から仕事が開始という感じになります。休んでても一応収入がストップするじゃないですか。言ったらそのまともに生活できる分の金額がその正月から一応稼げたんですか。いやいやいや、そんなことはないです、ですね、全く、はい。じゃあ一応ここの貯金も、もうそういうことですね、はい。そうですよね。まあでもそれだけのことをやっぱしてしまったので、まあそれも含めてのなんていうんでしょう、自粛といいますか、のがあったので、生活はもちろん、まあ、切り崩してっていう。あ、まあ、それはやっぱ徐々に最近だって回復してきたというか。いや、まあそうですね、まあ、でも徐々に徐々にですね、はい。ただなんか自分 の, その今僕 YouTube やってるんですけど、毎日更新してるんですよ、だからなんか今までこうできなかったその映画に対してちゃんとその向き合う時間が取れたし、逆に言うと映画を見る時間も増えましたので、その収入の面ではもちろんマイナスにはなったんですけど、こういう時にこそ蓄積インプットする、今までアウトプットばっかりだったので、インプットする作業に今は時間を使ってます。そうだ、なんか映画討論のやつがなんだかんだ一番再生されてます。なんかあの
なんかランキングみたいなのが再生されてますし、ランキング何だ、自宅で見るサブスク何が一番っていうので、ネットフリックスがいいのかアマゾンプライムがいいのかみたいなのを全部解説してる。それがなんか100万近くくらいは、いや100万まで行ってないですけど50万ぐらいは行ってたような気がします。すごい、いや、そんなご覧いただいてたすごい、いやめっちゃ嬉しいです。すごいですね、毎日更新してる。今は毎日やってます。まあその映画見て、うん、これ喋りたいっていうことをまあ一旦メモノートというのを全部書いて、うん、でそれをカメラ回してで編集して出すという感じです。すごいですね、毎日やってるの。いやでもまあまあ、でも今蓄積のインプットだと思ってるので、うん、もうできることになったらもう何でもやっていこうということで、うん、そうですね。あとはまあテスラ、僕ちょっと車、テスラっていう車が好きなので、ちょっとテスラのネタとかも今だいたい7割ぐらいが映画ネタで、3割ぐらいが一応車ネタをやってます。映画評論家っていうふうに名乗ってないのも理由があって、うん、映画コメンテーターってその映画を分かりやすくポップに噛み砕いて、やっぱりそのライトユーザーの方に、やっぱ年間でやっぱり1本から2本しか映画見てない人にも分かりやすく解説したいっていうのが心情としてあるものですから、やっぱりこう積極的に芸人さんとかのバラエティにも呼んでいただいたら僕も出ていじられて、なんかでもそれでこう映画のなんかこの人喋るんだったらちょっと短い間聞いてみようみたいになってくれたらいいなっていう思いでやってます。はい、こっからのなんかその芸能生活というか、うん、なんか どんな感じにしていきたいとかあるんですか、なんかその ビジョン的なものというか。まあその起きてしまった去年の出来事に関しては、うん、あのもう反省すべきところはしっかりと反省して、うん、でとはいえずっと後ろを見続けても、うん、やっぱりずっと引きずられてしまうので、うん、やっぱりまずはもう前向きに、やっぱり全てのお仕事を一つ一ついただいたものを全力でやっていくというところと、あとはもう本当僕今いじられる現場がめちゃくちゃ多いので、なんか逆にそのこんな僕のことでまあ皆さん笑っていただけるんだったらもう全然あのいじってくださいという思いで、もう一旦僕死んだと思ってます。私のもうでもこれ本当の話で、一旦僕写真で一回全部リセットして、なんかそのモテたいとかね、今までやっぱそういう思いで、その思いがあったからなんかがむしゃらになんかやってきたって変ななんか歪んだなんかこじらせてたんですけど、じゃなくて一旦全部リセットになると、なんか何もないとこからもう一回インプットから始めようっていう思いで今はやってる感じです。ちなみに再婚とか考えたりするんですか？いや、今はまあ全然ないですね。さすがに今は全くそれはもう思ってもいないというか。でも分からんけど、60とか70とか、その老後みたいなのは一人でいるイメージですか？いや、それゆくゆくはまあ結婚もいいなと思ってますけど、なんかね、ほんと LINE 送るのももうなんか普通の会話であってもこれなんかスクショされるんじゃないかとか、なんか思っちゃいますよね。だから結構その僕が自粛してる時にいろんな方からその大丈夫みたいな来たんですけど、向こう側からしたらこんなに心配したのになんでこんなシンプルな文章なんだよみたいな感じしかもう打てないですよね。だからそこは申し訳ないと思いながらも、なんかもうまたこうなんて本当のこと言ったらそれがまた今こう思ってますよみたいなで出たもあれだしというので、なんか今まで僕ってやっぱりおかげさまで両親が、はい、裕福な家いて、なんか何不自由なく生活させていただいて、で今までのこう僕の人生を振り返ると全部こうなんかこういい形で来てたんですけど、なんか今回初めてこういうことがあって、なんかそうあと思ったのがやっぱ他人のために生きたいっていうのは思いました。あの今後のビジョンっていうことに関してはなんか今まで自分のために頑張るとかっていうのがすごく自分っていうのがあったんですけど、これからはその人様に喜んでいただけることが僕も嬉しいっていう風になったらいいなっていう意味ではちょっと自分はなんか下がるっていうか、っていうのに大きく今回変わったっていうのと、あと失敗した人に対しても失敗した気持ちが分かったんで今まで僕全然失敗とかしたことなかったんで、なんかもう大きく突っこけたっていうか、なんでこうそういう人の気持ちが分かるって意味では映画の見方も変わるっていうか、
大体映画って一回主人公失敗するじゃないですか。でも今なら例えばラジオの相談、人生相談とかもなんかめっちゃわかるよっていうのでなんか相談乗れると思うし、なんか逆に失敗したからこそ映画評論も変わってラジオのトークとかも変わったっていう風に思ってもらえる一つのまあきっかけが今回この失敗があったから第2回目の有村コンっていうか1回死んだ有村コンをもう良くしていくしかないっすよね。失敗して良かったって思える人生に今後なってきたんです。それしかないっすよね。いやもってね、戻れるなら戻りたいですけどもうそんなわけいかないじゃないですか。だから前しか進めないけど前の未来を変えることはできるじゃないですか。過去には戻れないけど、ただもう1秒先の未来を変えるために他人のために生きようって。そうですね。初めてね、自粛中に見て救われた映画があったんですよ。なんていうことですか。これね、リトルミスサンシャインっていう映画でして、あの出てくる家族が全部なんかおじいちゃん飲んだくれでとか、お母さん教育ママ でパパはパパでなんかそのビジネスセミナーばっかり行って全然自分はうだつが上がらないっていう家族みんながもうぐちゃぐちゃでなんか喧嘩してて、もうはっきり言ってアメリカってすごくアメリカンドリームをつかむために勝ち組になろうみたいな意欲がすごい強いんですけど、その家族が全員がもう全員娘とかはもうダメダメなんですよ。ところがその娘がミスコンに受かったっていうことで、その一家全員がバンに乗ってアメリカを横断するっていうロードムービーがあるんですけど、そこで初めて僕なんか映画の見方が、あ、こういうことだったのかっていうのが分かったのかな、なんかダメでいいんだっていうことにすごく気づけました。なんか今までこう僕ってどうしてもまあイメージが良かったって言っちゃなんですけど、なんか僕自体は本当に高校も好きだし、なんかそういうなんていうかな、スケベった気持ちがやっぱりある、ダメダメな人なんだけど、やっぱりイメージがこう良くなりすぎていたっていうのは正直やっぱあって、その当時夫婦で出てたとかってイメージもあって、なんかこう良くしなきゃ良くしなきゃっていう思いがよりこう僕という人間とのそのギャップがあったっていう意味では、このリトルミスサンシャインを見た時に、そうかと、なんかダメでいいんだっていうか、負け組の家族なんだけど本当にダメな負け組というのは何もしないで人のことを揶揄するだけ言って足を引っ張るのがダメな負け組であって、負けるって分かる戦でもいいじゃんがむしゃらにやればっていうのがめちゃくちゃ刺さったんですよ。でこれが僕の今だなと思ったんですよ。なんか負け戦と分かってても、例えば YouTube 毎日更新するとか、なんかお金とかじゃなくて、なんか人様のために何かお役に立てる、まあ、僕できることって言ったらやっぱ映画の評論とかで今までお仕事もすごくお世話になってたので、それのなんかことをそのお金じゃない何かでこう貢献させていただければっていうのと、あとはもうかっこつけないっていうか、もうなんか輝けるクズの星でありたいというか、なんかね、そのダメなことって逆に楽っていう、あ、もう、だから今なんかそういうバラエティとかで、この間もかまいたちさんの番組とかでも、もうエロコンさんみたいな感じになるんですけど、なんかあのでもなんかそういうので笑っていただければいいじゃんっていう、所詮僕こんなレベルですっていうのを言えた時にすごく楽になれたっていう感じがして、なんか等身大でいいんだなって。だからこれからなんかそういう映画評論するときとかもダメでいいじゃん、俺ダメだしみたいなのをなんかこう言いたいっていうね、下からこういう映画評論っていうか、これはこうでこうでみたいな、かっこつけてんじゃねえよっていう感じが大きくなんか変わったリトルミスサンシャインっていうのがね、人生を変える一本にバックトゥザフューチャーの次になり得る可能性があった作品で、俺でもその映画にすごい救われました。あ、いいんだこれで。あ、でもそれで言うと別にじゃあそのエロくてもこれからもいいんだってことですか。まあ別にそのえ別にそのエロキャラでやるね、前面に出してっていうわけじゃないですけどでもなんか根本は僕自体そんな崇高な人間でもなければ、なんかまあ世間知らずのお坊ちゃんですってだけの話で、ただとはいえなんか映画評論に関してはちゃんと的を得たことをやるべく今インプットしてるってところですね。
そうそう、あとね、リトルニュース会社員の、ね、いいのがね、うん、なんかね、幸せと快楽は違うっていうね感じがしてて、なんか快楽って爆発的に、これドーピングとかもそうなんですけど、なんかこう、まあ、エッチとかもそうですけど、うん、爆発的にその気持ちいい悪魔的な良さってあると思うんですけど、うん、これね、なんかね、この映画見てて、なるほどなと思ったのが、幸せって気づかないんですよ、うん、毎日1ミリ1ミリずつなんか積み重なって、1年経ったらようやく365ミリ、なんか高くなったかなみたいな、うん、ああ幸せだなみたいな、その時に初めて気づくみたいな。だから本当になんか人生においてなんかいいこととか幸せだなと思うことって実はね気づかないっていう、爆発的にドーンと、僕はまあね、ちょっと女の子好きだったりとかして、その楽しいなと思うのはやっぱりあの副作用というか、ドーンと来るものがやっぱりあるんだなっていうのも今回分かりました。もうでも分かるかもしれない。そうですね、薬物とか、そうですね、薬物とかもだから外録チャンネル僕拝見させていただいてて、いろんな方々やっぱ出てくるじゃないですか。そうですね、いやパンチあるなと思いながらも、うんね、みんなそこの差だと思ってて、でも僕も弱い人間なんで、うん、そっちに流れちゃうし、うん、でもダメだなっていうのも今回分かったし、うん、だから本当ダメなやつなんですよ。そうまあ、みんなそんなもんですからね、人間なんてね。でもなんか外録チャンネルってそれをずっと映してるから、うん、なんか僕事実は小説よりきなりじゃないですけど、やっぱ僕映画ばっか見てると、うん、そのいくらノンフィクションを映像化する時点で役者さんがやっぱ演じちゃうじゃないですか、うん、もう外録チャンネル強いのが本人が喋ってるんで、うん、喋ってる後ろにその人の人生が垣間見えるっていうか、いやすごいチャンネルだなと俺はね、ああ思ってますね、マジで。どの映画よりもパンチ力あるんじゃないですか。あると思う、本当だって思っちゃうなと、もう聞くことありますよね。まあそうっすよね、ほら、最近見ただからあれがすごかったさ、ピンクの髪の毛した女の子が3000円でインタビューいいっすよっつって、でなんかちょっともう会話にならないんですけど、3000円払ったのに逆にされたみたいな、早くしてくんないかなみたいな。いやあれとかも、いやでもあれって絶対映画じゃ出せないし、 あの空気感、あれやらせったら、ね、いやいや、あんな脚本かけたら僕多分こんな仕事してないですよね。最近見たドキュメンタリーどれよりもすごかったです、度肝抜かれるぐらい。昔ゆきゆきて進軍っていうね、あのドキュメンタリーがあったんですけど、もうそれを超えるねドキュメンタリーが、あのピンクの髪の毛着たあの人すごかったっす。ほんの10分の出来事です。いやすごい、3000円でこんな話聞けるんだっていう。でも確かに本当に払ってよかったなと思って。あですよね、なんか出会ってよかったと思って、なんかヒリヒリするっていうか、この先1分1秒がこの先どうなんのっていう。なんかもうね、あんな俺ヒリヒリしたこと最近なかったっすもんって。僕も初めて言うんですもん、あの外部チャンネルで質問してもなかなか、まあ、でしょうね、はい、最終的にあの好きな食べ物は何ですかみたいな。いや、動かましたら一回も聞いたことないかも、そんなことって。いや、これから、ね、料理人とか来たら聞く可能性あるでしょうけど。でもね、僕ね、エンターテインメントって実はそういうことだと思ってて、うん、なんか僕が映画ばっかり見てるんであれですけど、うん、なんかもちろん映画ってフィクションだし、うん、まあ、作られた上での感動するとか、それはもう監督の技量だったりすると思うんですけど、でもなんか本当に強いのはカメラ1台で、もう今日みたいにフラッと来てスッと撮るっていうか、やっぱこれ、ね、やられちゃったらもう他どのエンターテインメントも勝てないですね。マジで嬉しいですけどね。じゃあどうもありがとうございました。ありがとうございました。失礼します。お疲れ様でした。